はい、どうも、としです。今日開封するものを見ていきましょうか。今日開封するものはこれですね。にゃんこ大戦争カードウェハース。怪しく光る第6弾。どうだね。また、アプリの方からカードで。あ、第6弾、第5弾か第6弾登場、まあ、してたけどね。でね。一応、パッケージはこういう感じでね。いろんな。まあ、ニャンコキャラか。あのピンのキャラクターが出てたわけだね。で、カードが1枚入って、全28種。で、バニラクリーム味のウェハースが1枚入りってことだね。で、裏面はこの感じだね。一応ラインナップが、一応ノーマルがあって、EX レア、激レアで、超激レア。で、超高でかな。超高でね。まあ、こういう感じだね。激レアとこういう感じやって。いいかな。ちょっと、こういう感じやね。対象年齢も3歳以上ってことだよね。これね。こんな感じでこういうキャラが一般にはね。戦隊ドリアどんなやろね。これ気になるな、でも。日焼けはまあ、日焼けは多分このパッケージのこれやった。どう書いても。ね。こういう感じで。それでは回復する準備をしていきましょうか。それじゃあ回復する準備ができたんで開けてみましょうか。まず1枚目のヤンコは、おっと、いきなりない。裏の方で出たやつやな、変わりないですか。光、あ、ちょっと落ちちゃった、手前は。裏飯にゃんってやつやね。感じで。心霊系光やから。これは、なんや、光、裏目シニアから、あ、超高ってやつやな。超高。裏目は横向きやな、やっぱし。マップ見て、このアップこんな感じだね。いきなり、リア度が高いって言ったな。こういう感じで、裏目はこれね。裏目シニア、とあるニャンコの紹介で、まあ、こういう感じだね。待って、進化先おかしくねえか人、うん、おかし、進化先おかしくねえ。こう言われても、普通、逆でも、まあ逆でも、逆やったらまあまあわかる。逆じゃん、こう、幽霊かタコっておかしくねえ普通の回って。どうなんやろ俺が通なのかないや、こういう感じだね。いきなり結構レアがってたな。じゃあ、まず、もう2枚目やな。2枚目のカードは、今度はレアやな。レアなカード、レアなタイプやな、これを。よいしょ、ちょっと。よいしょ、これまで。感じで。レア、420円や。宇宙のやな。猫と宇宙。ってなんや。愛と誠みたいな感じやけど、名前やけどな。あ、これは前なんかフィギュアに出た宇宙のやつやな、確か。これカード出たんかな、カード出た記憶ねえけど。人形で出てきたやつな、人形のフィギュアの、多分。あの、指人形的なやつで。やめよう、こんな感じだね。まあ、こんな感じだね。猫と宇宙へ、にゃー照射と。照射やな。にゃー照射じゃねえ。照射。駆動剣戦士猫、持ちきガンダムじゃね。機動戦士パクリ感じか。って感じだね。ねえ、こんな、こんなんあったやな。なや。よし。3枚目。もっと。おっと、なんかさっきレアだ、EX って言った。牛が出たな。牛やな。はっきり。牛やな。牛が出たわ。さっきのカード、猫と宇宙が出たん高いな、でも。EX。ちび牛猫。ここアップする理由あるかな。これが満点あっても牛からなんでライオンなんねんせめてバッファロー系しとけよ。キリンって、ね、牛、ね、キリン、ライオンなんかはしらまあいいけどな感じだね。感じでよいしょ。
よし、3枚だ。次です。4枚目のカードは、おっと、結構キラキラやん。キラキラ、さっきのキラカード、裏返し猫か。全然キラキラから、キラキラから数字が出んちゃうな。超激レア。なんか暴走毒みたいな感じだよな。なんか未来の暴走毒って感じだよな。3850円。さっきのか、裏目しのカードで買おうや。高い。あの、こっちで値段変えて、今までこっちに値段変えてんやわ。値段全然変えてんやわ。値段こっちにも変えてないな。上杉謙信。上杉謙信な、名前が。猫舎で。上杉謙信って言われ。戦国武将かいな。この名前で。まき女性やな、でも、上杉謙信、女性、まあ、なんか上杉謙信、なんか女性かもって、なんかそういう噂が、なぜかそういうこと、女性かもしれんってことになっとるみたいな、でも。そうだし、ほんまかな。女性かもしれないっていうのが情報で聞いたんやけど、ほんまなんか、ほんまかないんだよな。まあ、昔やから、そのタイムマシーンとかあったら、わかるかもしれんけどな。じゃあね。まあ、向かいのみにとこん感じやね。よいしょ。よし。次、5枚目のにゃんこは。おっと、ドリル系か。ドリル。よいしょ。激レアね。激レアねんかな。激レアな。さっき、センター、あ、これが戦隊ドリアって。そういうことかいな。戦隊じゃねえ。複数じゃねえ。あ、戦車の隊、感じか。戦車隊の役かな、多分。ドリラーって。なんかな、800円、まあまあまあ。この感じか、6っていう。感じか。戦隊っていうか、結局、戦隊披露できなかったと思ったけどね、ちゃんかだよな。ほんま、よいしょ。最後だよな。ラストのカードは、最後ですっげえレアと低いやつだからな。ほんまに、しゃー、ねっと。おーっと、似ちゃかった。ドリル。あ、で、これも出たんじゃん。確か。確か、これも、確か、フィギュア出たな。多分、フィギュア出たような気がする中で。出なかったっけ多分、出てたんよ。持っとったんや。これ、なんか、指に、さっきの、ユーゴと一緒に、指人形に持っとったはずな、確か。多分ニコムート感じで、おっと EX ここやね。ちょっと待って、トリオニャンコンプ、これ冗談見合う。へ、こういう、ちょっとこういう、なんか、こういうタイプのデジモンなかったっけ確か。デジモンみたいなやつ。確か、なんか、電気がするんだよな。キリン的な感じでわかんないけどな。だし、似たようなとって電気がするんだよな。ちょっと、ほっそりしとるけど、もっと、キン、ぶっ、まあ、ぽっくりっていうかな。わかんないけどな。感じで。はい。はい。全部の回復が終わりましたんで、もう一回データカード見てみようか。これね。最後のこの、裏飯にゃん。来て、猫と宇宙。で、上杉謙信。で、ちび牛肉やね。で、戦隊ドリラー。で、猫ムートやね。こういう感じで。だよね。一応探し、ちょっと人形探したら一応ね、ここに、バファームート、これだよな。バファ、ネコババ、ネコムートのニビ人形のやつと、あとは、ちょっとで、ここに出よった宇宙のやつの、この UFO のやつね。これがあったよね。これがあったわ。この動画を、まあ、最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったら、この動画の評価やコメント、あとは他の動画とかも見てほしいです。あとは、ほんまにチャンネル、登録の方もよろしくお願いします。あと、まあ、あとじゃねえわ。まあ、それじゃあまた次の動画で。